まだ折れるわけにはいかない。さあここまではいつもの感じ、いつもの感じよ、いつもの感じ。はい、あぶね。いっちゃう。画面外から来るのちょっと危ない。この辺来ると画面の上の方から急に来るの、なんかね、あれが危ねえ。いっけ、やらしい。これでさっさと行かないと。おお、見えてなかったよね。連続で当たらないあいつに。避けてんのか、地味に。あぶれ。ああ、ちょっとその落ち方する。いやー、ちょっと高い。うわー。今多分しゃがんでたら避けれたな。失敗したわ。ここまではいい、ここまではいい。それも良くない。ここまではいい。行っちゃって大丈夫じゃない。あ、来て。そこに飛ぶ。飛ぶ。全然パターン化できねえな、そういえば。パターン化しないと無理って言ってる割にはなんかパターン化できない。あんまりやる気がないのか、パターン化する。あぶね。う、ちょ、タイミングを見ないとな、これ本当に。うわ、上じゃなかったか。ちょい、じゃあ場所。岩と狐の共闘やばすぎるよね、あれね。岩が盾となって、で狐が影からジェットスリムアタックを仕掛けてくる。なんか今までとパターン違くない？上に跳ね返ってくるとマジ当たる。そこで止まんの。終わらねえ。きつい、きつい、きつい。まあまあ、ナイフでいいだろう。いやいや、うわー、それも避けらんねえよ。ちょっとピョワーのしかねえ。まだ折れねえぞ。そのせいでタイミング狂うんだよな。うぶちょ、バババン。行ってしまう。これ画面外から来てるよな、やっぱ。その右端からじゃなくてさ、上から来る時がさ全く見えねえから、本当急に来るなっていう。軽く地獄。
嫌なとこに炎を。危ねえ。でもその上から来る位置っていうのは大体決まってるっちゃ決まってる。この辺から急に上からポーンスポーンって出てくるよね。全然見えない位置から。この位置な。3匹いった。上から来ることを見越して上に投げながら行く。おやー、お前それはねえぜ。せっかく鎧できたのに。卵。うおー。すまねえよ。なんかねえの？マリオみたくさ、このショートカットとかねえのかな。土管に入りたい。やばい。この辺から上からスポーンってくるからゆっくりいく。いけるか。いく。あぶ、おい、ちょ、これ嫌な予感する。ちょっと待って。いや、お前来る、来るでしょ、絶対来るでしょ。ふぅ、コウモリに気をつけろ。コウモリ、コウモリ、すべてコウモリにかかっている。いけなかった。いけねえ。ちょっとそこに行きたい。コウモリ、コウモリどこ。コウモリ、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 コウモリ。コウモリ来るぞ、きっと来るぞ、きっと来るぞ。ちょルートがマジ分からんのだが。うわ、そこまで来んの。うわ、ちょっとマジ。ちゃんと追ってくるけど。どうすんだろうな。あそこまで確実に行けれるようにならんと話にならん。いけれるようになろう。精神統一すればいけるさ。たとえ鎧がなかったとしてもいけるさ。よっ、ちょ、ばばば、同じパターン。か、ここちょっと待とう、ちょっと待とう。大丈夫。よし行こう。怖え。よし行こうできたらほんと泣くけどね。多分どうしてくれようってなるよね。よし行こうでガシャーンっつってな。タイミングいいといける。来んなよ、コウモリ来んなよ。おい、コウモリ来んなよ、お前。
くんだくんだくんだ、あぶんね。さあルートルート、左うわちょ、確実に狙ってくるじゃん俺んところ。おおおお、わあわあわ、ちょ、そうね、あの1匹目のあいつがどこ来るかを予測しながら避ける感じで、2匹目はずっと走り回って火の玉打ってんだよ。で3匹目がまだ見えねえんだよね。どうしてくるんだろうな、何をしてくるんだろうな、怖すぎる。食べてます。鎧ちょっと多少あっ、多少無理をしてでも鎧を取った方がいいのかな。でもあの歯車のところは駆け抜けたいよね。あのね、不規則なコウモリにやられるので。あぶれ、いける。いける。あ、でもよし。よし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 。めっちゃ投げてます。めっちゃ投げてます。やなのか、やなのか。いける？おっと、ああ、不用意な前ジャンプ。あそこに出るもんだと思ってジャンプ下投げしとくといいのかな。終わり。いけない、いける気がする。よし、どっち行くといいんだろう。やっぱいるところに来る感じだよね。あー、しまった。ジャンプする瞬間まで俺がいるところに来るから、タイミング見計らってジャンプして避けるっていう感じになるんだ。なんとなく分かってきた。ぜひとも鎧を持っていきたい。いいぞいいぞ、いいぞとか言うもんじゃねえぞ俺。言わない、もう言わない。言いたくなるよね、いいぞって。オブ、それぐらいちょっとどやりたいよね。や、やなのか。鎧持ってる、いいぞいいぞ。言っちゃったよ、コウモリに気をつけろ。いやー、やべ、乗れなかった。おー、ちょっと落ちちゃうか、ここまで。あー、ここまで来たら鎧を取ろう。あ、行っちゃった、しまった。
よれを取ろう。え、あと左上の宝箱開ければ、鎧になるので、ダメか。早かったな。そうじゃねえんだな。タイミングが合わないとマジ地獄。マジ地獄、ダメなんだな。これじゃダメなんだ。上行かないとダメなんだ。うわあ、ダメか。よしよし、行け行け、俺行くんだよ。宝箱がその辺にあるはずなんだが、お前かよ。宝箱出ねえな。どこだ？どこだっけ？いいか。行っちゃう。来んなよ。来てるな。行けるか。行くぞ。こういうことだよね。追い詰められるとダメだな。上行って降りるっていうルートがいいのか。じゃあ多分下をくぐんないとダメとかかな。危ね。ほい。いける。俺は宝箱乗れるけど、敵は宝箱乗れないんだっけ？乗れないっていうか、反転ないんだっけ？多分ないんだろうな。ね、よし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 、まあそこから急に出てくるってのが分かってればなんとか対処できるのか。こっち行って上登るのかですね。そっち行って、そっち行って、よし、このペースでいければ。やめろよお前。よし、よし、無理か。いやあ、もうちょっと、もうちょっと、これ倒せるのか。ちょっと攻撃を最初から諦めてたけど、倒せるんだったら1匹目倒してみるか。それならばパターン読めればいけるかもしれない。だとするとファイアウォールがいいのかな。あ、でも落ちちゃうか。サンダーストームで頑張る。
うん、なんとなく分かってきた感じ。分かってきたと思ったら結構連続でね、獣まで行けてたのに、一回分かってきたとか言っちゃうとこうなる。言わない方がいいな。倒してみよう、次は獣を。ちょっと嫌なとこ来るね、ほっと嫌なとこ来るね。あぶね。さあどうだろうか。おぶちょちょ、うわー無理無理無理、落ちたら終わりだなこれ。倒してみようって決めてからいけねえ。あぶれ。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。あぶね。あぶれ、見えてなかった、炎が。その炎も地味に厄介。3匹いった。おい、あぶね。うち、雲は無視していいかなっていう感じではあるんだが、いいルート、いいルート、いいルート。やばい、コウモリ来てる、コウモリくんな。よし、あー、ってな、何発だろうね。5発とかで倒せるんだったらな、倒していくってのが。うわ、よっしゃ、倒せるのか。威力で考えると槍なのか。槍、かぶれ。そこに乗ることになるなんて。やべ。いける。うわ、いけねえ。倒してみてえな。
ちょっと行くの諦めて何発で倒せるかっていうのを検証してみようか。あの獣を。当てやすい場所に誘導。ただあのね、溶岩が迫ってくんのもまたね、あれさえなければなんか安定していけそうな気はするんだがな。急に来る。やめろ。上に打ちながら、上に打ちながら。当たってたかもしれない今ね。そこ登って、そこ行って、そっち行って、いいよいいよいいよ。ルートはいい感じ。よし、ちょっと気合い入れて倒してみよう。お、逃げてた。あ、意外といける。奇跡起きろ、奇跡、うん、うわ奇跡。おほほほ、ラスト。それ倒さなきゃいけねえ感じかこれ。それっぽい。あ、でも分かってきたね。出てきた瞬間に倒しければなんとか。うわ、やっと光明が見えてきたね。いいぞいいぞ。危ない。とりあえず投げとけっていうね。とりあえず投げとけ。危ない。止まるんじゃないよ。よし。3匹倒しきるっていうよりはなんかあれだね、あの逃げてくみたいな感じなんだね、あれね。よし、行くぞ。よし、まだかな。消えてった。ムシムシ。よし、あと一体。いけるか。よし。旗、旗あれ、旗あったー。さあ、どんな、お前らか、また。うーわー、ケルベロスか。ハンマー無理よ。どういう、どういうだが、だがもうへこたれねえ。ここまで来たからには。うわっ、腹にしか当たんないとか。
え、顔。うまたえげつねえの来たな。顔？顔っぽい。やだ、これじゃ。いや違う、無敵時間がある。おピンクが炎、ピンクが炎、あと少しで半分だ。ほうほう、順番があるのね。順番がある。まずピンク。はい。うわ。後ろに逃げなきゃダメって感じ？うわ。ピンクの後ろかな。いくぞ。こっち。あ、こっち向くやん。うわ。ちょっ。うわー、無理じゃん。で、第2形態に変わる。ピンクあれだから下の方にいないとあれが避けられない。はい、ちょっと待って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 待